ピタバリリリピピピタバリリリパパパタバリリリボリリタバリリリ、やべ、これは亮太に怒られるな。これむくんでるよね、亮太。これむくんでるよね。どうする？タイ来る？え？ちょっと待って、マジで。ちょ、バルク2期なのはいいんだよね。バルク2期なのはいいんだよ。で、今俺89キロじゃねえ。79キロ。もうすぐ80キロなんだね。だけど、さすがにこの顔までバルクしちゃったらさ、嫌だよね。だけど、それも犠牲にしてまでやっていかなきゃいけないと。ただ、この、亮太、亮太待って、亮太待って。タバリリリリリリタバリリラララララタバリリリリリリタリビリラリラ。これさ、多分亮太絶対これ共有してたよね。アイシング亮太から学んだわけじゃないんだけど、他のなんか海外の YouTuber がやってたんだけど、この目の下の袋、むくみやこれ、アイシングすると取れるらしいんだよね。ちょっとこの動画で検証していきたいと思う。で、アイシングする時間的にはまあ30秒から1分ぐらい。タバリリリティティティ。え、ちょっとさっき引っかかる、これ。こんなに綺麗な歌声で有名な曲やっちゃうと。どう？大丈夫？これいいか。タバリリラタタタ。いや！後で吹かねえと。ざけんなマジで。で、今日はね、ちょっと今日余談、マジで余談、ただの余談ね。だから意識高い人たち、こんなクソみたいな動画見てんじゃねえよ、早く寝ろって。だからジョージのことが気になってしょうがない人に向けた動画だから、まあ、そういう人は見て、まあ、俺がね、よく、まあ、YouTube とか、まあ、TikTok 俺あんま正直見たいんだけど、まあ、たまにね、そのバズった時に共有してもらって、その見に行くんだよ、コメントなんとか。よく見る、よくね、マジめちゃくちゃよく見るコメントが、この気持ち悪い外人モテんの本当にって。ね。こんなやつがモテるのかってところ。実際の話をしていきたい。ジョージが実際にモテるのかどうかってところ。ぶっちゃけた話、お前答え知りたいでしょ、答え知りたいでしょ、答え知りたいんだったらもうちょっと聞いてね。ぶっちゃけた話、モテまモテるかモテないかっつったら、お前よりかはモテる。怒んなって、まだ怒んなって。ちゃんとお前が聞きたいことも話すから。いい。まあ、まあね、その大前提としてお前よりかモテるってところはまあ確実だと思う。ただ、まあ、コメント欄で言われてることは間違ってはない。こんなスタイルでこういう発信をしてる以上、まあ多分ぶっちゃけた話、俺の動画をその辺のまあ歩いてる女性たちに見せたら、9割方引くよね。引く。何この人ってなる。まあ中にはキモいって思う人もいるかもしれない。何怖いって思う人。それがぶっちゃけたところの真実だと思う。その通りよ。だって普通じゃなさすぎるんだもん。かけ離れすぎてんだもん、その普通の男とは。例えると、AV 男優みたいなもんよ。いや、それはちょっと言い過ぎた、ごめん。それ言い過ぎた。でもまあ、言いたいことわかる。AV 男優、引くよね、普通に、女性からして。この人 AV 男優なんだってなったら。まあ、面白いと思うかもしれないけど。面白い。まあ、興味。まあ、気になるみたいな感じに思うかもしれないけど、あ、彼氏には無理だわって。ね、その、恋愛対象にはならないわって、もう速攻なるわけじゃん。その通りだと思う。その、
YouTube 上の俺、TikTok 上の俺をしか見てない女の子は、まだ8割、9割方、俺のこと恋愛対象に入らないと思う。うん。かっこいいと思わないと思う。モテると思わないと思う。うん。じゃあ、俺はそれを知ってる。うん。知ってる上で、お前らを本当に助けたいから。お前らにモチベーション与えたいから。お前らに価値を与えたいから。お前らに気づいてもらいたいから。だから、こういった発信を、ね、自分自身のね、モテをね、犠牲にしてまでやってるんですよ。どう？好感持った？好感持ったっしょ。あ、でもこれは事実よ。俺はモテを犠牲にしてまでも、こういったスタイルでやってる。仮に俺がね、モテを犠牲にしないで、もっと柔らかい喋り方、もっと、過激じゃない発信をしてたら、多分、めっちゃモテてたと思う。登録者も多いし、まあ、インスタのフォロワーもね、1万人ぐらい今いるし、ツイッターも1万人ぐらいいるし、ここまで過激じゃなかったら、ここまで思想が強くなければ、で、もっと、まあ、それこそ亮太みたいな感じでさ、ね、まあ、美容とかさ、そういう系の発信をしてたら、ね、色気のある男性みたいな感じで、ね、そのブランドイメージがそれやん、もう。あれ、クソモテると思う、ぶっちゃけ。うん、クソモテる。クソモテるよ。だけど、俺は、何度も言うけど、画面上の俺しか知らない人は、多分、俺を見て一瞬で引くと思う。さあ、その通りよ。TikTok で見るコメント、あれは間違ってないよ。YouTube で見るコメント、こんなやつがモテるわけない。間違ってない。ただなんで俺がそれでも、まあ、そのまま継続していくのか、自分のモテを、まあ、犠牲にしてもいいと思ってるのか。それはもちろんみんなを助けるためってのもあるんだけど、まあ、ぶっちゃけたところ、会ってしまえば大丈夫ってことに気づいてる。実際に会って、まあ、普通の振る舞いをしてる俺、普通な俺を見てもらえれば、まあ簡単に、まあ、てかそこまで影響が出ないってことに、まあ、気づいた。で、あともう一つもう一つ。そう。だから9割方の女性はこんな発信をしてる俺を見たら引くわけよ。多分、ステハさんもそうだと思う。ステハさんも。あんな発信してたらさ、何これってなるわけじゃん。キモいってなるわけやん。で、多分、9割方の女の子からしたら無理ってなるわけでもう一発で。ただよ。残りの1割。残りの1割は、まあ、てかこれ、俺の男性ファンにも、同じことが言えるんだけど、まあ、男性ファンだとまあ5割5割かな。5割は、半分はめっちゃ俺の嫌いだけど、半分めっちゃ俺の好きなんだね。これ女性に置き換えると、まあ、比率が9対1になる。9割の女性は、俺のこと無理って思ってるけど、中には1割、マジで俺の好きな子もいるんだね。こういう発信をしてても。だから、安心して。俺モテるから。モテるよ、俺。まあ、それはもうみんなに任せるんだけど、俺がモテるかモテないかのさ、そのね、実際どうなんだろうってところのその想像は、俺がどんなに口で言っても分かんないと思うから、俺を信じるか信じないかは次第なんだけど、まあ、てかそもそも、安心して。てか自分のことをもっと気にした方がいいよ。モテるかモテないか。じゃモテたいんだったら、俺が言ってる内容っていうのはモテに近づく内容ではあると思うから。ただ、まあ、自分磨きがキモがられる理由っていう動画でも話したけど、あんまり見せつけない方がいいよ。あんまり、自分磨きします、お腹気にしてますとか、瞑想してます、ジャーナルしますっていうのは、一般大衆の女性たちにモテたかったら、9割方の女性にモテたかったらやめた方がいいと思う。なぜかというと、自分とはかけ離れた存在すぎて、無理って思っちゃう子が多いから。無理っていうか、まあ、引いちゃう女の子が多いから。いい？そう、だから一番バランスいいのは、まあ、適度に自分磨きしてて、適度にっていうか、まあ、普通に自分磨きしてて、まあ、かつそれをあんまり自分から言わないってところ。実はこういうことやってるみたいな。コールドシャワーとかさ、そうよ。言うべきことじゃないよ。普通に自分のためにやれって。コールドシャワーしてますって言ってモテるわけないから。いい？自分のためにやるって。それも含めてみんなに伝えたかった。
ジョージがやってる習慣、ジョージが言ってることを、ね、実行するのはいいけど、それを実行してますみたいなのを女性に言ったところで引くだけだよってところ。まあそれ一応、まあ、みんなに伝えたかったし、まあ、あとは、まあ、みんな大丈夫だよ、俺の気にしなくて。俺の好きになってくれる子は好きになってくれるから。いい？で、むしろてか俺はこっちの方が楽だわ。楽っていうか、じゃあその1割の女の子って俺が言ってることだったら俺が発信してることに共感してくれるってことじゃん。その子からめっちゃ好かれるって結構めちゃくちゃいいことなんだよね。意味わかるかな？変なこともだから、なんていうのかな、その自分を好きになってくれる女性は基本的にもう自分と、まあ、ライフスタイルが合うというか、俺のやってることに共感できるというか、その何もかもが、その関係構築のその先でトラブルがなくなるってところなんだね。めちゃくちゃサポート的になってくれるんだよね。だから俺はむしろいいと思ってる。そうだね。まあだから、ね、みんな俺のこと心配しないで、自分自身のモテに、まあ、打ち込んでください。で、そうだね。コメント欄で言ってることは正しいから、こういう発信とかこういうことをやってますみたいな、強めにアピールしてたら、強めにね、他の人に、ね、熱く語りかけてたら、変 何この人ってなるからね、普通の女の子はね。てかまあその辺ってか街歩いてさ、俺の動画店に行けってみんな鼻で笑うから、かけ離れてるから一般人、普通の人たちとは。そうだから、まあ、その辺は気をつけて、まあ、みんなもまあ参考にしてみてくださいってことで、きついときこそやらなきゃいけないことでじゃ。